スーパーカップは前年度の日本リーグチャンピオンと天皇杯王者の対決。読売クラブは日産自動車と覇権を争った。後半26分ラモスのシュートで先制。そしてラモスの奪ったボールを与那城がドリブルで持ち込む見事な個人技。後半38分決定的なゴール。読売クラブはスーパーカップ初優勝を果たした。20回目の日本リーグ開幕。読売クラブはこのシーズンからドイツ人の大物グーテンドルフが指揮を執った。勝つためのプロの監督就任にラモスが、戸塚が、そして津波が積極果敢に攻めた。後半、与那城がドリブルからディフェンスの裏へ絶妙のスルーパス。これを戸塚がキーパーをかわしてゴール。1対0で開幕戦をものにし、グーテンドルフ監督に日本リーグ初勝利をもたらした。第11節の相手は首位を走る日産自動車。いずれ二強時代を作ることになる両チームが激しくぶつかった。前半4分上島のゴールで読売クラブが先制。そしてリラックスの中にも漂うその緊張感、これを大切にしたいということを鴨監督が言ってましたね。さあ読売のチャンスです。2位追った。さあ中央打打てるか。上島シュート、2点目。上島2点目ゴールイン。投入しようという読売。さあナイスボール、ナイスボール、ナイスボール。シュート打てるか。痛いし弾き返して、もう1回。さあゴールだ。3点目。ゴールイン、ゴールイン。続く第12節、読売クラブは藤田工業に苦戦を強いられた。前半7分植木のシュートで藤田が先制。後半、読売クラブは攻めまくるが、どうしてもゴールネットを揺らすことができない。与那城のシュートもバーを越えた。残り時間3分を切ったところでフリーキックのチャンス。ゴール前のこぼれ球を松木がゲットして同点。そして試合終了直前、与那城のスルーパスを受けた戸塚がペナルティーエリア内で倒されて PK。劇的な逆転勝利で首位日産自動車に8点1差で生き残った。第14節、ヤンマーとの試合は読売クラブ生え抜きの点取りや戸塚のワンマンショーだった。前半19分上島のゴールで先制した後、44分にゴール前の混戦から戸塚がトラップシュート。前半を2対0で折り返し、後半39分には戸塚がこの試合3つ目のゴールを決め、5対1と圧勝。戸塚は得点王争いのトップに立った。第15節は三菱重工との戦い。3点以上取ろうというチーム一丸の波状攻撃。前半27分戸塚のヘディングで先制。ラモスのインターセプトから39分にはまたもや戸塚が右足のクリーンシュート。そして後半、好位置でのフリーキックを得て与那城の芸術的なシュート。3対0と三菱を圧倒した。創立20年目の日本サッカーリーグの優勝争いはとうとう最終節にまでもつれ込みました。日産が勝ち点1の差で逆転優勝を狙っております。この20回目を迎えました日本サッカーリーグ。さあゴール前、中村抑えました。
グーテンドルフ監督、千葉ヘッドコーチ、日産もホームグラウンド横浜の三沢で本田と対戦をしております。さあシュートだ、津波のシュート、積極的に上がっていきました。オーバーラップ、読売サッカークラブ対日立製作所の試合、前半両チーム得点がありません。腰に手をやっているのが12番のパターソン、パターソンが前にスタートを切ってヘディング、惜しい、5番の片尾のヘディング、わずかにコースをそれました。さあ11番の大友、シュートチャンスだ、ヘディングだ、入ったか、おっとクロスバーに当たった、パターソンのシュートはクロスバー。現在ヤマハが1対0と三菱をリードしております。これは PK、 PK です。さあこれは大きな PK です。ゴール、時計を再三再四見ております。国際審判員の高田さん、読売2連覇なる。カモスが応援席から出てまいりました。グーテンドルフ監督、メガネを取りました。読売2連覇の偉業を成し遂げました。2連覇を達成した読売クラブは天皇杯でも決勝へ勝ち進んだ。相手は古川電工。楽しむサッカーから苦しみに耐えるサッカーへ、それがグーテンドルフ監督の教えだった。後半24分、戸塚のボレーシュートが炸裂。37分にはパターソンのロングシュートが決まり2対0。読売クラブは日本リーグ2連覇の栄光に続いて天皇杯で初の優勝を飾った。